高校2年生の時に進路を選択するというタイミングがあったのですがその時ちょうど祖父が大腸がんになりましてその時に祖父は気にしいなところがあったので他相部屋だったんですけど他の患者さんが苦しんでいる中で自分だけご飯を食べられないだとか自分だけ寝ることができないだとかで苦しんでいたのでそこで看護師さんが機転を聞かせていただいて「ナースステーションで寝ましょう」と。 言っっててくださってその心に寄り添う看護というのに、えー、感銘を受けたからです看護の勉強は、まあ、一般に言われている通り課題が多くて大変ですね実習に行く時は、まあ、睡眠時間も取れなかったりだとか顔中にニキビができて苦ししみましたそれでも看護の先生方はみんな優しくてそれこそ心に寄り添ってくださって僕たち生徒のまあ わからないことであったりだとか疑問点を、えー、解決に導いてくださるというところで感謝しています私の将来の夢は訪問看護ステーションで働くことです訪問看護ステーションは病棟とは違って在宅で看護や介護を受けていらっしゃる患者さんのもとに私たちが向かって看護に完成することをしていきますなので これから先地域包括ケアシステムというものを日本は構築していくと思うんですけれども連携それに必要な例えば患者さんはベッドで長期が症状台にあることが多かったりするので趣味をすすることが多いです例えば僕だったらギターが病院では弾けない。 けれども僕が多趣味であることによって他の大体の趣味であったりだとか他にこんな楽しいことがあるんだよっていうのを教えることができる伝えることができるというのがそれが活かせると思いますこの大学は他の医療系学学部の方々と同じキャンパスででみんなで学習をしていますそのため食堂であったりだとか廊下を歩いているだけでも医療系の単語というのが 耳に入っていきます自分が看護師としてこれから働いていくという意識の芽生えにつながるの,かで,はつながるのではないかと考えています。